匠ソフトの高井です。父、2019年1月号から読後感をしてまいります。今回の箇所は私の提言3番目、東京大学名誉教授の月尾義雄さんが寄稿された人工知能が開く日本の活路というところから読後感をしてまいりたいと思います。私がこの箇所から感じたことは、 AI の分野でプラットフォームを持たない日本の企業は海外のプラットフォーム上でシステムの構築をし、その中にデータを溜め込み、そのようなビジネスモデルが普通になってきている。そのことを一つの問題として捉えれるのかなというふうに感じました。大切な顧客のデータ、あるいは売上のデータ、どんなデータがあるかは分かりません。しかしそのデータが普通にクラウド上に、しかも外資系の企業のサービスの中で動いている。最新の AI が搭載されていたり、サービスが使った分だけお金を払えばいいという、非常にコスト的にも安くなる。レガシーシステムと言われた、いわゆるサーバーを立てて、その中に OS をインストールして、インフラ周りを整えて、データベースをレプリケーションして、いわゆる落ちた時にどちらでも滞りなく動くように、などいろんなこの思考を巡らしながらレガシーなシステムというのは作っておりました。ところがこのクラウド上に簡単に作れる AWS を使って、あるいは GCP を使って、Azure を使って、Watson を使って、こんなにたくさんの選択肢があり、たくさん立派なソフトウェアが安価で使える。しかもそのようなハードウェア的なトラブルもほとんど考えなくていい。すべてこのプラットフォーム上で完結できる。こんな楽なことはない。こんな素晴らしいことはない。と言って皆さん、バーンと。こちらに乗り換えていきたがる気持ちは本当にわかるし、私もいやワクワクするなって思います。でもこの中に NEC 富士通ないんです。日本の企業だったらきっと心当たりが同じようなものを構築して持っていてよかったんじゃないかな。そして戦えているのがよかったんじゃないかな。いやいや、今グローバリゼーションだからね、世界は世界に目を向けたら、そんな狭いね日本だけとかって言ってちゃダメだよっていう人もいます。でもね、私はね、日本の魂としてあってほしい。富士通 NEC が何やってるのってすごく思う。だってねえ、どうなっちゃったのって思います。その分野はないのって。いや、日立もあるよって言われるかもしれませんけど、日立さんもそうですよ。沖電機さんはって、そういうね、そういうこと言わないでくださいね。はい、ね、そういうね、あるじゃないですか、日本の伝統的なソフトウェア、そこはこの中にはないんです、プラットフォームが。だからレガシーなシステム構築の時にレガシーなサーバーを立てる、その時に富士通さんのサーバーを使う、ね、
NEC さんのサーバー持ってくるとか。この世界にもやはり刺さってほしいなって私は希望としては思います。ね、中国に目を向ければアリババですよ。あの孫さんがアリババさんと握手してね、アリババのプラットフォームをソフトバンクさんがどのようにね絡んでいくのか、本当に見ものですよ。もう遅れを取ってるといえばこのプラットフォームの世界は本当にね完全に置いてきぼりです。情報を握るっていうこと、これにおいてはやはりその器が必要ですから、器を用意しているところがやはり勝ちますよ。そしてインフラ周りも同時に整備しているわけです、ね、ケーブルを太平洋をはわしたりしているわけじゃないですか。そのうち中国から北方領土にケーブルをこうやってはわされるかもしれませんよ。いやもう張ってるかもしれません。わかりません。でもそういうことがもう間近に来ているってことを私たち考えなきゃならないんじゃないかというふうに思います。特に私はですね、一応これでもねソフトウェアの事業者でありますからね、そのような危機感とか自分がやらなければならないことを受け止めていかなきゃならないなって思います。本当ね、その中で私たちはどうやってアドバンテージを取っていくか、もしかするとアドバンテージじゃなくて個人事業主のようにニッチなところに刺さるかどうかっていう世界になっちゃうかもしれませんよ。日本の大企業がニッチなところに刺さる、私のようにニッチなところに刺さるっていうね、それしか生き残る道がなくなったらどうしましょうってことですよね。それはね許せないことですよ。やっぱり誇りを持ってね、巻き返していかなければなりません。私すごいね、大昔の話ですけど、昔コボルというね、すんごい古いでしょコボルという言語、プログラミング言語が事務機器では一般化したことがあるんですけど、その時に富士通が日本語コボルっていうのを出したんですよ。日本語コボルでもうコボルと対抗するみたいな、俺らは日本人だから日本語コボル使うんだみたいなね、そういう流れがあった時代があるわけですよ。でも結局はその言語的にはね、イングリッシュで書く方がやりやすいんで、打ちやすいし理解しやすいし、だからイングリッシュに負けたんですけど負けたのかな、負けてないか。で私はでも今でも思い出します。私国際業務っていうね、富士通さんの国際業務っていうところにいた経験があるので、当時バグレスって言ってね、バグレスっていう言語を見たことがあります。私は組んでません、バグレスをね、組んだことはないんですけど見ました。あ、日本語じゃんみたいな、これが日本オリジナルの言語になっていくのかななんてね、当時思って見てましたよ。そういう流れがあってもいいじゃないって思うんです。全部やられちゃ悲しいですよ。やっぱり日本人としてね、巻き返しを図っていけることは、巻き返しを図れることは巻き返しを図っていきましょう。その一助となるために、私も巻き返せることは巻き返していきたいと思います。私はもう典型的にニッチなところに刺さっていくしかない事業者ですから、私はニッチな世界で生きていきます。しかし、日本、世界を見ているエンジニアの方は、ぜひですね、大きな視野で巻き返しを図ってまいりましょう。それが日本のためにきっとなるはずです。そんなことで今日はここでとしたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。